Slow j a p a n e s さん久しぶりです。あかりです。前回のエピソードから1ヶ月も経ってしまいました。6月になりました。6月は皆さんにとってどんな月ですか？ 私にとって6月はメタルフェスティバルの月、そして私の誕生日の月です。初めてメタルフェスティバルに行ったのは私がまだ日本に住んでいた時でした。正直私にとって日本にはあまりいいメタルフェスティバルはありません。 だから私はインドネシアに行きました。インドネシアではハマーソニックというフェスティバルがあります。このフェスティバルはアジアで一番大きいメタルフェスティバルです。2018年に私はこのフェスティバルに行きました。その年は Inflames やイ s h ャ n ブルヘリア、Dead Squad などのバンドがパフォーマンスをしました。ドイツにはいろいろなメタルフェスティバルがあります。バッケンは一番有名ですが、とても人気なのでチケットを買うのが難しいです。大抵 チケット発売開始の2分後には売り切れます。私がドイツに住んでいた時はサマーブリーズというフェスティバルに行きました。このフェスティバルもドイツで大きいメタルフェスティバルのうちの一つです。サマーブリーズにはいろいろなステージや お店があったり映画を見たりできます。私はこのフェスティバルで初めてクラウドサーフとサークルピットを体験しました。クラウドサーフとはいろいろなお客さんが手を挙げてまるで海のようになりその手の海の上で 一人のお客さんがまるでサーフィンをするようにステージの方へ移動することです。サークルピットはステージの近くの真ん中あたりにスペースを作ってまるで車のタイヤまたはモーターになったかのようにぐるぐると円の形を作って走ることです。 コロナの後でしばらくフェスティバルがありませんでしたが今年やっと行けます今年はポーランドのグダニスクであるミスティックフェスティバルに行きます私は今このエピソードをポーランドに行くフェリーの中で作っていますだからフェスティバルの感想は 後日エピソードにします。フェスティバルに行くときに、いくつかアドバイスがあります。一つ目は、日焼け止めを塗ることです。日焼け止めは、こまめに塗った方がいいです。日焼け止めを塗らないと、健康に悪いし、肌が痛くなります。 二つ目は、ポケットのたくさんあるズボンを履くことです。カーゴパンツ、またはカーゴパンツの短パンがいいです。フェスティバルの時、飲み物のコップやバンドのグッズなど、いろいろなものをもらいます。でも、 手にたくさん持つことはできないので、そういうときはカーゴパンツのポケットが便利です。またカーゴパンツのポケットは他のタイプのズボンより深いので安全です。三つ目はバンダナを持つことです。バンダナは例えば 帽子の代わりに使うことができるし、顔を砂ぼこりから守るのに使うこともできます。怪我をしてしまった時にも使うことができます。とても便利なアイテムです。四つ目は、キャンプをするときはグループを作ることです。 自分の荷物をいつも持っていることはできないのでテントに置きますがテントの近くに誰かいないと盗まれることがあります。だからグループを作って休憩中の人が他の人の荷物を見張ります。一人でフェスティバルに行く場合は Facebook グループなどで一緒にキャンプをしてくれるグループを探すといいです。五つ目はフェスティバルの前に自分が見たいバンドのリストを作ることです。フェスティバルでは大抵いくつかステージがあります。 効率よく移動するためにリストがあった方がいいです。フェスティバルの公式サイトにタイムテーブルもありますが人がたくさんいる場所ではインターネットはとても遅くなってほとんど使えません。だから友達と連絡するときも SMS または電話がいいです。今日のエピソードはメタルフェスティバルについてでした。またねー !remember to visit motifika.com and the Patreon page to get the additional materials and become a part of the motifika community.